はい、と皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。ということで、私がですね、今プレイしておりますのは、なんとこちらバイクゲームではございません。はい、ユーロトラックシュミレーターでございます。はい、ちょっと今信号が赤だったと思ってましたけど、このような感じでですね、あのバイクを運転できるモッドが課されたということで、今早速導入しましたら、思いのほかちゃんとバイクなんですよ。で、まあこう今ね見えてると思いますけど、スマートフォンをメーター下の方にもちゃんと置いてですね、ナビも表示ができるということでですね、あの本当にバイクのゲームをやってる感じで、これぐらい広いオープンワールドの、バイクゲームってないので、ワンチャンですね、あのすごい画期的なモッドなのかなと思います。今までもねベスパのモッドとかありましたけども、ここまでちゃんとしたバイクであの動けるってことはなかったので、新しいのかなと思います。はい、まあ、早速なんですけども、ちょっとこちらの方ね、導入方法ご紹介して、まあ今走ってますけどインプレッション走行の方もやっていきたいと思います。んではでは早速、はい、ということで、また概要欄の方にリンク貼っておきますので踏んでいただけたらなと思います。ホンダタイタン2008年式ということで、クオリティ 3D モッドさんなんで、あれですね、ワーゲンのトラック前にご紹介した方がまた作っていただいたと。この方のモッドかなりあのクオリティ高いので、まあ今運転ちょっとしてましたけど、やはりクオリティ高かったですね。いろんなもの乗せられると。でタイタンって皆さん聞いたことないと思うんですけども、ホンダのね、あの CG っていうバイクがあって、あのタイとかインドとかインドネシアとかそこら辺で出てる、150cc かな、148か149で 150cc 規定のバイク、はい、なんですよね。なので、まあ、そちらのバイク使ってって感じですね。はい、思いのかちゃんとしてるちゃんとしてるバイクでございます。2人乗りできるんだね。はい、このような感じで面白いモッドとなっております。でこちらはサブスクワークショップなんで、サブスクありますんで踏んでいただけたらなと思います。はい、いいっすね。まあこちらサウンドとかいろいろ載っておりますんで、概要ね、はい、載っておりますんで、ぜひぜひと見ていただければなと思います。でワークショップ戻ってまいりました。こちらですね、はい、クリックして入れて、で車両モッドなんで、一番下っすね、車両の部分に入れて、でマップがあったらマップの上ということで、はい、変更確認していただければなと思います。はい、ということでこちらの画面来ましたら、まずトラックディーラーの方に行きます。はい、モッドディーラーでございます。はい、スカニアの部分ですね。はい、こちら、ホンダタイタンありますので、でカスタマイズなんですけども、変えられるのがですね、カラーがまずこういう感じで、デフォのものと、あとカスタムメタリックですね。はい、まあホンダだったら、まあブルーとか、ホンダブルー、ヘルメットも変わるんだねあざホンダって感じだねこれね、なんかドンピシャであれですね、ホンダブルーになりましたねで、あとですね、これがリアっすね、リアの変更のみなので、はい、こんな感じでウーバーみたいなものと、はい、箱、あと多分ワンちゃん女性かな、はい、二欠ができるような感じで、こんな感じでいろいろといけますんで、はい、ガス缶、水で、アクセサリーはですね、まあほぼないのかなと。はい、ウィンカーがちょっと変えられるぐらいかな、 LED とノーマル、はい、こんな感じですね。はい、まああとはないと。でこれでまあ確定して購入していただければなと思います。そうしますと、このような感じで乗車している状態になるということでございます。ちゃんとハザードもついてますね。はい、素晴らしい。私はこうちょっとウーバーイーツじゃないけど、なんかこう水をコカ・コーラかなんかを指してるウーバーイーツみたいな、アイフードって書いてありますけどね、ちょっとお仕事してる風な感じでね、はい、ちょっと作ってみました。いいですねちょっといかつい感じで。でですね、エンジンがこんな感じで、あのシングルなんで 150cc シングルなんで、シングルのちゃんとエンジン音になってますね、素晴らしい。でちゃんとこの
H シフターも使えるんで一応、はい、こんな感じでウィンカーも出しつつ発進して走っていけるということになります。お、怖い。ここは一回ストップして、うぃー、左右確認しましょう。あ、これ大丈夫、いけんの？ずっといけない系じゃないこれ。いこ、おげ、いいっすね。ちょっとこの別な視点で、で、この視点だともうあれですね、オートバイゲームやってる感じですよね、これ。すげえ。あ、すげえ、事故ってる。この視点でさ、走れるって結構新しいんですよ、本当に。これいいな、なんかツーリングしてるみたいですよね。新しい、これ本当に。で、リーンイン、リーンアウトがちゃんとこう、あるんですよね。はい。なのでちょっと荒い運転すると多分ね、こけると思います。まだやってないけど、すごくない、このリーンイン、リーンアウトのこのちゃんとバンクしてるんですよ、バイクが。すごいよね、よくここまで挙動作ったなぁと私的には思うね。ちゃんとこう視点もこれトラック視点だね。新しいんじゃないこれ。水曜どうでしょうみたいになってる。水曜どうでしょうで、ね、こういうのありますよね。ぶらり四国の旅みたいな感じで。あ、いいな。ちゃんとウィンカーもね、こんな感じでつくようになってると、はい、なってますんだね。はい、まあちょっと本当にですね、ユーロトラックシミュレーターでのんびりとツーリングするっていうね、これコンボイとかでさ、この車両入れてさ、やればあれですね、本当にツーリングしてる感じになるんじゃないですか。やっぱりね、バイクってさ、こう室内視点じゃなくてもうやっぱりないじゃない、このピラーとかさ。なので開放的なこの感じね、フロントウィンドウもないしさ、で本当にこうさ、バンクするんで、なんかね、本当にこうバイク運転してる感あるんですよね。ちょっと急ハンドこけんのかなこれ。あー、こけますね。あははは、こけましたね。こけるともうこれはレッカー移動なのかな。はい、ただデベロッパー視点にして戻せるんですよね、確か。デベロッパー視点でコントロールないんで、はい、戻せますんで、はい、復活、我復活。いや、いいっすね。あ、ごめんなさい。怒りのパッシングでしたね。いやー、これはちょっと本当にいいモッドじゃないかな、俺好き。一回これでちょっと配信してみたいな。一回ちょっと企画してみますね、これ。あ、ごめんなさい、言っちゃってください。はい、ということで本日はですね、ユーロトラックシミュレーターで使える本格的なバイクモッドをご紹介いたしました。ゲーム特性がガラッと変わりますんで、はい、ぜひこちらの方使ってですね、皆さんツーリングしてみてはいかがでしょうか。ということで、こちらの動画参考になった方、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。またね、面白いモッド出てきましたらご紹介していきたいと思いますので、皆さんそちらの方の動画でお会いいたしましょう。じゃあみんな愛してるぜ。楽しい。